はい、今おそらく全国的に多少名の知れている都道府県知事っていうと、まあ大阪府知事、それから東京都知事、あと沖縄県知事なんていうのは全国ニュースにまあ載りますよね。あと最近もう一人全国の都知事の名前で時たま名前を出す人がいます。誰か、川勝って野郎です。はい、静岡県知事ですね。あえてやろうって言っちゃってますけど、国家プロジェクトに水差しておくバカ野郎だからですね、地元意見にこう金をチャーチャーつぎ込まれて、自分の意識をこう金で操られているがために、こう国家プロジェクトに口を出しちゃって、こう他のどこかヒントを買いまくってる川勝ちゃんです。はい、で川勝ちゃんが何言ってるかっていうと、今後はコミュニケーションを取っていくだって。お前政治家やめれば、今までコミュニケーション取ってるつもりなかったのかっていうかね、かけようか、そろそろ JR 東海は川勝を交渉対象じゃないって見出してると思うよ。はい、それぐらいこう話すよ、まさにディスコミュニケーション、コミュニケーション取る価値がない、はい、交渉の余地がない、価値がないって見なされるいい例かなと。はい、別に皆さんも交渉を受けた時に、説明を受けた時に、己が意思を、己が意見を表明するのは大いに結構でございます。ただ、私も一言は言えないけど、これを突き通しちゃうと、たまにこういうアホな都知事だけ、県知事になったりするってことを、ちょっと紹介したいなと思いますね。はい、本当にバカじゃないかって思います。はい、すいませんでした。で、何が言いたいかっていうと、まあ、川勝知事っていうとリニアの工事を止めてる野郎って言って有名だけど、まあ、今回は別でかな。はい、熱海の土石流災害住民に対してかな。でそれが一発目で、次に生活再建やリニア中央新幹線の建設問題に注力していくって言ってたけど、いやお前注力もないよ、水差してることしかやってねえじゃないか、なめとんのこの野郎っていい感じね。本当に思いません？本当に思いません？この知事何なのって。今までどんだけ JR 東海がこう説明を尽くしてきてもね、水問題が、生物問題がって言ってさ、何を前に進める気がない。十分保証金払うって JR とか言ってるんだよ。でもダメなんだよ。だからね。でもダメだって言い合うあの川勝の野郎はさ。まあでも残念ながら、地元の自治体の同意がないと建設できないからね。そこと考えるとなかなか難しいかもしれない。確かに、静岡県内に、リニアの線路が通るだけで駅は当然できないからさ。はい。ただ、整備新幹線と違って金がないって言われるわけじゃないんだから。整備新幹線は、佐賀県に新幹線、西九州新幹線通らなかったことでご存知かもしれないですけど、はい、整備新幹線は地元自治体が3分の1だからか負担しないと、通してくれません。来る企画になりません。はい、でも、リニア中央新幹線は、JR 東海が 100% 出すって言って、国から金ももらわねえってやってるやつだからね。はい、でもね、本当にね、この川勝知事はね、自分でコミュニケーション取っていくって、絶対さ、自分の意見しか言わない未来が目に浮かぶんだけどさ、川勝がさ、JR 東海や力にさ、耳を傾けて譲歩する未来が見える皆さんに。見えないよね、私にも見えないよ。はい。ね。ほんとね、静岡県民考えろ、いい加減。はい。どっちが得か。川勝にこのまま居座らせるか、川勝クビにして JR 東海から恩恵をもらうか、ね、あんまり長引いてるとどんどん JR 東海は手を引いてっちゃうよ。はい、ただ静岡県内は JR 東海の路線走ってるけど押されてるの知ってるよね、静岡県民。はい、ね、確かにリニアは止まらないかもしれないけど、在来線は、そして東海道新幹線の方はちゃんと静岡県内走ってるんだから、そしてそれを運営してる会社が林業地を作ってるんだから、そこはさ、譲歩すべきところだと思うよ。本当にね、川勝みたいな交渉の下手にはさ、私も泣いたくないなと思いますよ。皆さんもぜひとも
川勝静岡県知事を反面教師として皆さんの、無事な交渉生活に役立てていただければいいなとちょっと思う次第でございます。ありがとうございました。